エン論。炎論。2007年3月にに、解消とは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに存在した、総合エネルギー取引と IT ビジネスを行っていた企業である。2000年度年間売上高一、110億ドル、全米第7位、2001年の社員数2万1000名という、全米でも、有数の大企業であった。しかし、 同年6月エンロ論ンが参加していたインドのダボール電力ダブホールパワーカンパニーが閉鎖となった。そこへ巨額の不正経理、不正取引による粉飾決算が明るみに出て2001年12月に破綻したエンロ論ンショック。エネルギー業界の粉飾としては世界恐慌で崩壊したサミュエル・インサル、トーマス・エジソンの秘書の金融帝国と並ぶ規模である。 破綻時の負債総額は諸説あるが少なくとも310億ドル。母外債務を含めると400億ドルを超えていたのではないかとも言われている。2002年7月のワールドコム破綻まではアメリカ史上最大の企業破綻であった。炎論の起源は1931年に数社のエネルギー、ガス、電力、パイプライン関連企業が集まってできた。 ノーザンナチュラルガスに遡る。1979年に同社は企業再編を行い持ち株会社としてインターノースを設立した。ガス業界の規制緩和によって業界再編が進む流れの中で1985年にインターノースがヒューストンナチュラルガと合併してエンロンが誕生した。当初は英語のエンター、入るとオン。 続けるを組み合わせたエンテロンを合併会社の社名としたが、エンテロンという英単語が消化管を意味することに気づいたため、短縮したエンロ論ンを採用した。また、この合併は、インターノースがヒューストンナチュラルガスを買収する形で行われたが、本社は後者の本拠地であったヒューストンに置かれ、なおかつ後者の CEO であったケネスレイが合併会社の CEO に就任し、 2001年の破綻に至るまで実験を握っていた。1980年代のクレニは、業界の先端を走るように、ガス取引に積極的にデリバティブを取り入れ、企業規模を拡大していった。経済学を学んだスタッフを多く抱え、エネルギー業界に限らない、キャッシュフロー経営の最先端企業ともなり、アメリカの投資バブルにも支えられ、安定した経営をアピールした。 こうした一方、1980年代ぐれには、粉飾会計に手を染めていた。1990年代にデリバティブを規制するため、普及した自家主義会計を逆手に取り、見かけ上の利益を増大させていった。さらに、インサイダー取引についても、1980年代から行われていたことが明らかになっている。1990年代後半には、 デリバティブで電力価格が分かりにくくなっているのを利用して同じ電力に対して同僚の売りと買いを発生させて実質の取引量がゼロであるにもかかわらず売上を上げる取引積極的に取り入れた循環取引。空売りなどによる売上利益確保は2000年のカリフォルニア電力危機においても積極的に行われたためこの危機の原因の一つともなった。 1998年には利益に占めるデリバティブ比率は8割を超えた。1990年代以末にはグループ企業エンローンエナジーサービスを設立し ESCO 事業を手掛けた。カリフォルニア電力機器に関しては電気の値段を吊り上げてもっと利潤を増やすためにカリフォルニア州の電力供給を止めてしまった。後に明るみに出た当時の社内の通話記録では 従業員たちが停電で困っている高齢者をネタに、して笑ったりしており、言論の経営陣は全く罪の意識を感じていなかった。この裏では取引損失を連結決算対象外の子会社、特別目的事業体、スペシャルパーパスエンティティ、スプと省略されるシャドーバンキングシステムに付け替えて母外債務とすることも積極的に割れた。 会計を全米有数の会計事務所であったアーサー・アンダーセンが担当していたために決算における市場の信頼は厚かったが実際にはアーサー・アンダーセン並びに古門法律事務所数々の違法プロジェクトの遂行や粉飾決算に加担していた損失を母外に隠蔽するプロジェクトの例として ADSL をベースとする ISP であったリズムスネットコネクション株に関する LJM プロジェクトがある。ロ論は、リズムス株を1998年3月に1株あたり1.85ドルで買収したが、1999年4月に同社が上場すると上場日の終値は69ドルにもなり、その後も上昇を続けたため、ロ論が採用していた自家会計によって評価液が発生した。しかし、実際には、契約によりロ論は、 リズムス株を4年間売却することができず、あくまでも経理上の評価域に留まっていた。このリズムス株の値下がりリスクをヘッジするという名目で、エンドンワスプである LJM パートナーズを設立した。最大で3億ドル近くあった評価域をエンドン本体は1億ドルのみ計上して、残りの2億ドル程度を LJM に移管し、その代わりにリズムス株が値下がりした場合の損失は、 LJM が負担することとした。LJM は事実上、円論と一体のものであったが、巧妙に連結対象外となるように仕組まれており、リズムス株が、その後急落して、評価損が出ると、その損失を母外に隠蔽する役割を果たした。さらに、LJM の設立にあたっては、CFO のアンドリュー・ハストをはじめとする幹部が、円論本社の取締役会の承認を得ずに、 LJM の役員を兼任して、高額の報酬を得ていたり、アーサー・アンダー・セイや顧問法律事務所にも多額の手数料が渡っていた。リズムスは、その後2001年8月に破綻したため、本来であれば、円論本体として計上すべき1億ドルの損失が隠蔽されることになった。LJM の場合には、当初の設立目的は、損失隠しではなく、 結果的にその役割を果たすことになったが、後には多くのスプが最初から巨額の損失を母外に隠蔽する目的で設立された。1999年に設置したエン園ンオンラインにおいては、電力だけでなく、もともとエンロンのフィールドであったガス、石油をはじめ、石炭、アルミニウム、パルプ、プラスチック、果ては信用リスク、天候、ネットワーク帯域幅、 廃ガス排出権に至るまで、あらゆる商品の市場を、インターネット上に開設し、そのすべてで、エンロン自体が売り手買い手として、取引を行った。このエンロンオンラインのアイデアとシステムは、稼働当時は、もちろん、エンロン破綻後も高く評価されていた。しかし、ビジネスモデルが、手数料ビジネスではなく自ら売買を行う、トレーディングであったにもかかわらず、これまで、 経験のない商品の市場にも積極的に乗り出していったために、もともとその市場にいたプレイヤーにいいように利用された面もあった。エンロンオンラインの急激に拡大していった売り上げ、利益は帳簿上のものに過ぎなかったのである。折からのアメリカにおける IT バブルの波にも乗り、1990年代後半にはエンロンは革新的でなおかつ安定した成長を続ける。 超有料企業としての名声を確立していった。1999年には、ヒューストン・アストローズの本拠地球上の命名権を30年1億ドルで買収し、エンロン・フィールドと名付けた。エンロン破綻後、2002年2月にアストローズは500万ドルを支払って契約を解除した。エンロンは、ロビー活動にも積極的であり、2000年の大統領選挙の年には、 共和党、民主党の双方に対して合計で20億ドル以上という高額の政治献金を行った。特に CEO のケネスレート地元テキサス州出身である共和党、ブッシュ大統領やチェニー副大統領との個人的な友好関係は有名であり、これらの政治献金や友好関係が電力自由化やキャッシュフロー会計などアメリカ合衆国連邦政府、 州政府の政策に影響を与えたのではないかという指摘もある。また2001年には当時のパウエル国務長官が演論が進めていたインドのダボール火力発電所プロジェクトの事態収集のためインドに派遣されるなどアメリカの外交にも大きく影響を与えた。1997年、平成9年、三池炭鉱跡は土地に 火力発電所を建設する計画を発表していたが、これも株価操作のためで、首脳陣には実現する気など全然なかったことが判明している。2000年5月にはオリックス等と提携して、エンロンジャパンが設立され、丸紅の発電関連部門などからヘッドハンティングして、陣容を拡大していった。さらに、契約するだけで大口公客に対して、 在来の電力会社の電力料金より最大で10%安価に電力を供給するサービスを発表したり、関係会社のエンコム、アトニー・パワーに解消とともに青森県や山口県で火力発電所を建設する計画を発表した。当時の日本の電力業界は黒船襲来として真剣に円論の日本進出に対する対応を検討した。 マスメディアでも大きく報道され、その内容も、電力自由化に伴う事業用、電力料金引下げへの待ちから、おおむね好意的であった。日本国内の言論関係会社は、その後も発電所用地取得に向けて、基本的に合意したなどのセンセーショナルなプレスリリースを発表し続けたものの、具体的な発電所建設や、電力サービス開始を行うことなく、2001年、 平成13年の円論本社破綻の直前に全て解散、閉鎖された。2000年8月には円論の株価は90ドルを超えた。この時点で経営陣は株価は130ドルから140ドル程度まではこのまま上昇するだろうとの見通しを提示し、格付け機関やアナリストも円論株をストロング、バイ、として株権の会を奨励した。そのため、 年金基金などの堅実で知られる投資主体も円論の株、債券をポートフォリオに組み入れていった。カリフォルニア電力危機で経理上は大きな利益を上げたものの、この危機で2001年2月にパシフィックガスエレクトリック社が倒産したため、実際には同社に対する数億ドルにも上る債券が収む不能となった。2001年夏にはインドダボール発電所アズリックス、 水道事業など、海外での10億ドル単位の大規模事業の失敗などが明るみに出始め、株価も緩やかに下落を始めた。2001年10月16日に発表された第3、市販機報告では赤字が発表された。それでもアナリストはこれをそれほど問題視しなかった。2001年10月17日、ウォール・ストリート・ジャーナルが、言論の不正会計疑惑を報じた。 株価はこの日から急落する。証券取引委員会の調査も始まった。11月6日、同じヒューストンに本拠を置く、パイプライン企業であるダイナジーが合併に名乗りを上げ、円論は崩壊を免れるのではないかとの観測も一旦は流れた。しかし、スプの特殊なスキームによって、円論の株価が一定額を下回ると、円論本体に 巨額な債務が発生することが判明し、それが、さらに、また株価を押し下げるなど、状況は、加速度的に悪化した。さらには、数々の不正経理が明るみに出るに及んで、11月28日、買収交渉は決裂した。その結果、12月2日に、園論は、連邦倒産法第11章適用を申請し、倒産した。園論に投資していた、投資家、 並びに、自社株を401キロプランに組み込んでいた従業員など多くの関係者が巨額の資産を失い、あるいは損失を抱えることとなった。その中で、CEO ケネスレイ、CFO アンドリュー・ファストを CEO を一時期ケネスレイの後を継いで CEO となったジェフ、スキリングなど、会社の中枢にいた経営人並びにその家族は2000年夏以降の株価、 下落局面において大量の円論株を売り抜けており、インサイダー取引の疑いで SEC の調査、卒業を受けることとなった。連邦倒産法第11章の適用後、円論は各種事業を再編、売却した。最も高く評価されていた円論オンラインは、以後の事業収入の1、3を円論あるいは円論の再建者に分配する問い、 条件で2002年2月に UBS ーバーグへ売却された。同じく2月のニューヨークタイムズやワシントンポストなどの報道によると、この時すでにアメリカ合衆国議会がエンドンとオール街の調査を始めており、メリル・リンチ、シティグループ、JP モルガン・チェイスの産業がエンドンの財務状態を知っていたことを明らかにしていた。情報の非対称性が露見していった。 2004年9月には、参加のクロスカントリーエナジー、米国内のパイプライン資産を中心に設立した会社がシースホールディングスに売却された。さらに、2006年9月には、プリズマエナジー、海外資産を中心とする会社のアシュモアエナジー社への売却が完了された。これらの売却によって得た金銭を、債権者への分配が順次行われた。 2006年末には最後まで参加に残っていたポートランドジェネラルエレクトリック、プジア・オレゴン州の発電会社を独立会社の形態に改め、エンドン本体は事業性を全く持たない会社となった。2007年3月1日には正式名称をエンドン再建者回復会社、ただし対外的な業務には引き続きを使用すると改め、 プジアの株式や現金など50億ドル程度の流動資産を紛争解決基金として保有し、法的手続きに従って債務処理を行うための会社に再編された。2007年4月時点で115億ドルが債権者に分配された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。